ヨッシーシリーズ、ヨッシーのロードハンティング、ヨッシーのロードハンティングは、1993年7月14日に発売された、ニンテンドーのスーパーファミコンソフト。別売り機器、スーパースコープ専用のガンシューティングゲーム。スーパーファミコンの別売り機器、スーパースコープを使って敵を撃ち落として、ゲームを進めていく。プレイヤーはまず、 前半の1から7コースからプレイするコースを自由に選択できる。すべてクリアすると後半の8から11コースを選択できるようになり、これもすべてクリアすると最終コースの12コースを選択できるようになる。各コースには制限時間が設定されており、時間内にボスを倒してクリアしなければならない。前半の1から7コースはコクッパ7人衆。 後半の8から11コースは、カメック、アトミックテレサ、ブル、メカのこの子、最終の12コースはクッパがボスを務めており、そのほとんどが、本作独自のロボットに乗り込んだり、メカ兵器を使用している。ファイヤーボタンを押しっぱなしでショットを連射できるが、連射を続けると、画面上部のパワーケージが減少していき、連射速度が減少し、すべてなくなると単発でしか撃てなくなる。 ファイヤーボタンを押さないでいると回復する。コース上には通過することによってヨッシーの速度が一定時間大幅に上がるダッシュプレートやタイミングよくカーソルボタンを押すことによって大ジャンプができるジャンププレートがある。ジャンププレートで大ジャンプしないと避けられないダメージゾーンやコースの切れ目がある。ステージ上には分岐の役目を果たすバリケードがある場合があり、 打ち続けることによってヨッシーが進むルートを変更することができる。プレイヤーが乗っているヨッシーは敵の体当たり頭を受けたり、画面中央下に表示されている頭を誤射されたり、ダメージゾーンに入ってしまうことによって、ライフが減る。ライフがすべてなくなる、コースアウトした時のペナルティコインを払えない、制限時間内にコースがクリアできないとミスとなり、残機が1減る。 残機がすべてなくなるとゲームオーバーとなる。コースの切れ目に落ちたり敵に引かれてコースアウトするとコインを3枚消費して直前から再スタートとなるがコインが足りない場合はミスとなる。なお本作にはセーブ機能やワープゾーンがないため中断した場合は最初のステージからやり直しとなる。ただし難易度はかなり低く2時間程度で すべてのステージのクリアが可能である。ジュエリーランドの平和の象徴である12個の宝石が、クッパたちに奪われ、その国のポット王とパイン王子も行方不明になってしまった。パイン王子の友達である、ピーチ姫から助けを求められたマリオとヨッシーの二人は、ジュエリーランドの平和を取り戻すため、クッパたちによって奪われた12個の宝石を奪還する冒険の旅に出発した。ゲーム史。 ファミコン通信のクロスレビューでは7.77.5の合計26点ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており23.3点となっている。ありがとうございます。